こんにちは、めんだこです。はい、今回は隠れ工房グリーンオーシャンさんの福袋に入っていたこちらレジンウォーマーを徹底的に紹介します。正しい使用方法、注意事項、実際に使用もしてみますので、最後までぜひチェックしてくださいね。それではスタート。レジンウォーマーって何っていう人もいると思いますので、まずはレジンウォーマーについて説明していきたいと思います。レジンウォーマーとは、グリーンオーシャン社長のあったらいいなから生まれたレジン液をサラサラにする魔法のアイテムです。今みたいな寒い時期になると、レジン液が冷えて粘度が上がってしまって、ボトルから出にくくなってしまうんですよね。めっちゃ扱いづらくなるんですよね、冬って。そんな時にこのレジンウォーマーを使ってレジンを温めることによって、レジン液の粘度が下がってサラサラになって、めっちゃ使いやすくなるっていう優れものです。レジンを温めると何がいいのか、ボトルから出やすくなる、気泡が抜けやすくなる、細かいモールドの細部までレジン液が流れやすくなったりするっていう、レジンが温まってサラサラになるってめっちゃいいこと尽くしなんですよね。そしてなんと、このレジンウォーマーは株式会社グリーンオーシャンさんが現在商標登録申請中らしいです。すごいですよね。箱のデザイン、ロゴもね、シンプルでめっちゃおしゃれな感じしますよね。こちら開けてみたいと思います。こんな感じです。中身はウォーマー本体、コード、取扱説明書が2枚入ってます。コンセントに挿すアダプターの方は同梱されてないので、スマホとかの充電に使うようなお手持ちのアダプターを使用してください。レジンウォーマーの使い方の説明をしていきます。まずはレジンウォーマーを組み立てていきます。こんな感じで広がります。ここがマジックテープになってるのでくっつけます。筒状になりました。でここにまたマジックテープ、こことここがくっつくようになってるので、そこをこうやってつけるとこういう筒状になります。ゴールドのロゴでめっちゃおしゃれ。これで組み立て完了です。めっちゃ簡単ですよね、組み立て自体は。組み立てが完了したらレジン液のボトルを入れます。ウォーマーの側面に電熱線が入ってるので、この側面にボトルが当たるように入れます。1本だと結構ね、もうブカブカなので、ボトルを2本入れてあげると結構収まりがいい、ちょうどいい感じに入ります。ここにケーブルを差し込みます。ケーブルを差し込むと電源が入ります。赤と緑の、ここに赤と緑のランプと88の数字が一瞬だけパッと出ます。入れます。ちょっと明るすぎて数字見えないんですけど、こんな感じです。ここ21になってます。この21の数字はウォーマー内部の温度が今表示されてます。21度です。で、緑色のランプの方が点滅します。ピカピカと。ちなみに使用するアダプターによって、ここの色が赤になる時もあるんですけど、ここが赤になるアダプターは急速充電タイプのアダプターになるので使えないことはないんですけど、緑色のランプが点滅するアダプターの使用が推奨されてます。ここの電源ボタンを押すごとに38度、40度、42度、46度、52度の5段階の設定温度が表示されます。なので温めたい温度にここを押していきます。38、40、42度。で、設定した温度がこうピカピカピカと10回ほど点滅したら、またさっきみたいに今のウォーマーの内部の温度になります。今22度です。この数字が設定した42の場で上がります。内部が設定した温度になると、ランプの点滅が止まります。
ちなみにこの表示温度っていうのはウォーマーの内部の温度で、レジン液が22度っていうわけではない、この内部が22度ですよっていうことです。こういう感じで温めていきます。でね、もうポカポカあったかい感じです。中はね結構温度が熱くなるので、この中を触らないように注意してください。使い終わったらここの電源を3秒長押しするとオフできます。いきます。 1,2,3 はい、切れました。でオフにしたらケーブルを抜きます。これで OK です。電源をもう一度入れる場合もここを3秒長押しします。いきます。 1,2,3 ほい、つきました。レジン液は温めておきます。その間に注意事項のお話の方をねしたいと思います。レジンウォーマーを使用する前に必ず説明書をね確認するようにしてください。説明書を見ながら注意事項をお話ししていきたいと思います。注意事項その1、 500g 未満のレジン液の設定温度は42度まで。ボトルが溶けてしまったり火傷の原因になるので、こちらは守ってください。その2、2液性レジンには使用しないこと。レジンウォーマーは UV LED レジン液専用です。2液性レジンに使用すると急な沸騰が起こったり煙が出ることがあるかもしれないので、絶対に2液性レジンには使用しないでください。その3、連続使用は1時間まで。内部がめちゃくちゃ熱くなって怪我や破損の原因になるかもしれないので、最大1時間ぐらいの使用にしてください。電源の方は自動的に切れたりしないので注意してください。届いてから使用してみて、あれ、なんか電源がつかないな、これってもしかして不良品なのかなっていうことがある人もいるかと思うんですけど、そういう時はまずちょっとチェックしてほしいことがあるので、そちらの方もお知らせします。ケースその1、使用中に突然電源が切れてしまう、そういう時はまずは AC アダプターをチェックしてみてください。特にランプが赤色になる急速充電タイプのアダプターは安全機能が働いて電源が切れることがあるみたいです。切れてしまった場合は本体からケーブルを抜き差しすると再度使用可能になります。そういうことがあるので、やっぱり AC アダプターの方はランプの方がね緑色に光るアダプターの使用を推奨してます。その2、レジン液が全然温まらないってことがある場合、使用するコンセントがタコ足配線になっていると電力がね分散されるので、ウォーマーにかかる電力っていうのも少なくなってくるんですよね。だから温まりが遅くなる場合があります。壁のコンセントに直接挿すのが一番こう電力が強いと思うので、もしタコ足配線になってる方はそれを試してみてください。また使用する室温やレジン液自体の温度によっても温まるまでの時間には差があります。住んでるところによって気温が違ったりするので、そこは温まるまでの時間の差があります。今言った2点のことをチェックしてみて、やっぱり電源が入らないなとか、とこれは不具合なんじゃないかなっていうことがあった場合だったりだとか、ウォーマーについての質問っていうのはこの注意事項書いてる説明書の裏に、この商品についてのお問い合わせ先っていうメールアドレスと QR コードがついてるので、この QR コードをね読み込むとアドレスの方がねもう入ったメールアプリの方が開くので、こちらを読み込むのが一番早いかと思います。例えばね、お店のレビューとかに不具合のね報告を書いても対応の方が遅くなってしまう可能性とかもあるし、一番早いのはやっぱりメール
が一番早いので、もし何か不具合とかウォーマーについて質問がある方はメールでお問い合わせの方してくださいね。これ入ってるので。42度になりました。実際にね、この温めたレジン液と温めてないレジン液がどれぐらいね、サラサラ度が違うのかっていうのを試してみたいと思います。楽しみー。こちらが何もしてない、温めてないレジン。こちらがレジンウォーマーに入れて42度まで温度を上げたレジン液になります。では、出みます。やっぱり通常の方は傾けただけでは出てこないですね。いきます。おー、温めてない方はやっぱりすごい粘度が高いですね。粘度が高い、もったりした感じ。でもサラサラの方はもうサラーって感じ。すごい、全然力もかけてないんだけど、サラサラサラーって感じです。全然違うと思う。傾けた時も温めた方はもうサラサラだから、レジン液がねすごい動く感じ。温めてない方はやっぱりちょっともたっとした感じ。こっちとこはもうすぐさっと流れそう。そして気泡が全く入ってないです。こっちはもう完全に抜けてます。こっちはねやっぱちょっとあるんですけど、こっちは全然気泡がないです。すごい。着色剤も入れてみたいと思います。この濃い色、シャークちゃんを入れたいと思います。混ぜた時のね感じがどう違うかなと思って。まあいつもの感じいます。あ、混ざりも全然早いです。っていうかもうレジンがすごいサラサラだから、色の混ざりがめちゃくちゃ早い。出してみた時も、サラサラマサル使ってるみたいな感じだった。だし、着色剤の混ざり具合もすごいいいなって思いました。で、結構時間が経ってもサラサラですね。じゃあもったーってしてる。すごいモールドとかにも流しやすそうな感じですね。これはもう冬の間は手放せなくなりそうな感じする。今までグリーンオーシャンさんはそのボトルごとお湯につけるマサルのお風呂っていうのをね、提案してたんですけど、お湯が冷めたらね、何回も変えないといけない。けど、これだったら使ってまたこうね、入れておいたら冷めることもなくずっとサラサラのまま使えますよね。使用時間は1時間ぐらいに留めておくことが大事かなって思います。やっぱりボトルの方がね結構あったかくなってるので高温注意ですね。やけどしないように気をつけてください。皆さん、レジンウォーマーどうでしたか？画期的じゃないですか？すごく。私が温め始めて、だいたい15分ぐらいかな。15分ぐらいで42度まで温まりました。すぐに温まるっていうわけではないんで、作業する前にね、準備する。一番最初にウォーマーにレジン液をセットして、いろいろ準備してから使うってなったらいい感じなんじゃないかなって。思います。最後にちょっとお知らせがあります。これ福袋に入ってるチラシなんですけど、このレジンウォーマーを使用している写真、動画、またはレジンウォーマーとマサルの涙のボトルが写った写真や動画を Twitter、 または Instagram、 YouTubeTikTok に3つのハッシュタグをつけて投稿したら、 QR コードから応募フォームに必要事項をね記入すると、漏れなくね全員必ずもらえるプレゼント企画っていうのを2月末までやってるので応募してください。新色のねやべえ粉カラーのマリンかウォーターのどっちかがねもらえるみたいです。めっちゃいいですよねこれ。全員もらえるんで、ぜひね、ウォーマーを使ってみた感想だったりとかね、アップしてみてください。そして、ビッグなお知らせです。なんと、
このレジンウォーマー福袋にね入ってたものになるので、福袋をね購入してない方はね、いや、いつ買えるんやと、いつ発売なんやと気になってる方もねめっちゃ多いと思います。で、私ちゃんと社長に聞きました。聞いたところね、レジンウォーマーの販売は2023年2月上旬に決定しました。発売早くない？今のね寒い時期に便利にね使ってほしいっていう気持ちがあってのこの発売の早さだと思うんですよね。本当に今の時期に絶対使えるアイテムなんでね、もしね福袋を購入してなくって、でもレジンウォーマーはめっちゃ気になるなって方はね、2月の上旬に発売するので、そちらをね購入してみてください。レジンウォーマーの発売のね情報とかっていうのはグリーンオーシャンの各種 SNS で発表されると思いますので、ぜひチェックしてください。はい、今回は超絶画期的なグリーンオーシャンさんのオリジナル商品レジンウォーマーを紹介させていただきました。私もね活用していこうと思います。ゲットした皆さんはね使用した感想とかね、動画を見た感想だとかね、コメントに書いていただけたら嬉しいです。それでは今回の動画はこの辺でおしまいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。